金のなるおか集会所5月14日撮影金のなるおかは1947年7月5日から1950年12月29日まで NHK ラジオで放送されたラジオドラマまたそれを原作とした映画菊田和夫作ラジオドラマの放送回数は790回に及ぶ1948年から1949年には 小築で映画化もされている。金のなる丘とは、その共同生活の施設が丘の上にあり、尖った屋根の時計台に金を備えているというドラマの設定による、空襲により家も親も失った、繊細孤児たちが街に溢れていた、時代、福音してきた、主人公が孤児たちと知り合い、やがて、新州の山里で、共同生活を始め、明るく強く生きていく様を描く。 日本全体が苦しかった時代、大人子供を問わず多くの人の共感を呼び、大ヒットとなった。主題歌、トンガリボウシも広く歌われ、1948年の選抜高校野球の入場行進曲にもなった。歌の題名は、トンガリボウシだが、ドラマの名前から、金のなる丘と呼ばれることも多い。また、トンガリボウシは、古籍の母校である、 福島県立福島商業高等学校の応援歌の一つとして使用されている。1947年7月から1950年12月まで NHK ラジオで放送。初年は毎週土曜日と日曜日の午後5時15分から15分間の放送だったが、翌年からは月曜日から金曜日の連日放送へと変更した。戦争から復員してきた青年、加賀美周平が、 戦災孤児たちのために、新州に彼らの住める場所を作ってあげようと努める物語。周平が復員してきた時、弟の周吉も両親を失い孤児収容所に入っていた。その周吉を迎えに来た東京で、周平はたくさんの戦災孤児、親も家も失って、街頭で靴磨きなどをして生きている子供たちを目の当たりにして、彼らのために安住の場を作ってあげたいと決意したのだ。 実際、当時の日本には、不老ーと呼ばれる、繊細孤児が何万人も街頭にいて、社会問題と化していた。そういう社会状況を背景にしたドラマ、金のなる丘は、不老ーたちの堅タな,な心を解きほぐし、少年の家を建てようとする主人公、周平青年の情熱と、次第に力を合わせて、たくましく生きようとする、子供たちの姿が、多くの聴取者の共感と感動を呼び、 主題歌と共に戦後早々の時期を代表する国民的ヒット番組となった。放送開始のきっかけは1947年4月のエドワード・ジョゼフ・フラナガンの来日である。6月にフラナガンが離日した後に CIE は NHK に対しフラナガンの精神を踏まえた戦争孤児救済のためのキャンペーンドラマを制作するように指示した。脚本担当の菊田、音楽担当の古跡、 岩尾金四郎をはじめとする NHK 東京放送劇団の面々の出演が決定した。ところが、当時練馬区に在住していた岩尾が、東京都の演劇大会で優勝するくらいに演劇活動が盛んであった練馬区立豊玉大に小学校を紹介したことで、その小学校に在籍する10人前後の児童が出演することになった。当初は土日の週2回の放送だったので、出演者である 小学校の児童たちが教師の引率によって毎週練馬から NHK 東京放送会館へ通い生放送を行っていた。もっと回数を増やしてという聴取者からの当初が NHK に殺到したため、1948年の4月からは週2回から週5回へと放送回数を増やし、児童たちが放送のたびに放送会館へ通うのも不可能になったために、 録音放送へと変更した。CIE は NHK に対して、当時最新であった連続15部の録音を可能とする録音機を提供したが、それはまだ NHK が所有していない機材であった。連日放送により、さらに人気が高まった。放送番組世論調査によると、90%近い人が、金のなる、他のラジオ放送を聞いたことがあると答えている。 1950年時点でも、今でも毎日聞いているが25%、今でも時々聞いているが51%という高い数字を示している。テレビ放送はまだなく NHK ラジオを聞くことが家庭での最大の娯楽だった時代のことだ。一方で作品にはぶっ殺してやる、バカ野郎といったセリフが多くあったために一部の保護者や教育者からは 言葉遣いがひどすぎる、教育上許せない番組だと評され、教育論争も起こった。しかし、幼少時に肉親に捨てられた過去を持つ菊田は、自分も、そのような過去を持つからこそ、人生の隅っこで、誰からも話しかけてもらえないような子供たちに、語りかけられるのだと、批判にも動じることはなかった。前日の通り、子役は、プロの子役ではない現役の小学生であった。そのため、 出演していた児童が小学校を卒業すると、在校生が役を引き継ぎ、番組終了までに30人以上の児童が出演することとなった。語りを担当した岩金志郎も、周平の声を担当した小山元気も、NHK 東京放送劇団の第一期生、1948年から1949年にかけて公開。制作は、小畜大船 黒の巻のラストで告知された、第4編、カラスの巻は制作されず、3作で打ち切りになった。金のなる岡第3編黒の巻小のなる丘1編、龍太の巻11月23日金のなる岡2編、周吉の巻1月25日金のなる岡3編黒の、巻11月17日岩手県欧州市江ッ市にある、旧岩屋道庁役場、明治初期に病院として建てられた。 この建物には金を備えた洞爺があり、現在は岩手県の有形文化財である明治記念館として近世から明治に至る医療・文化関係の資料展示を行っている。菊田和夫は戦時中家族を岩屋道長に疎開させていて、その時見た岩屋道役場からドラマの舞台設定を着想したと言われている。現在、明治記念館では朝と夕方に、 とんがり帽子のメロディーを流している。1948年9月創立の青少年、養護施設。自らも、福音兵であった、品川博士が、ドラマに感銘を受け、資材を投げ打って創立した。当初から菊田和夫の支援を受けており、金のなる丘を称している。1953年に、現在の場所の時計台付きの建物に移り、名実ともに、金のなる丘となった。 松竹映画、金のなる丘の舞台となった青少年構成施設。有明高原寮は今も存在するが、撮影に使われた時計台付きの建物は近くに移設され、金のなる丘集会場という青少年の合宿訓練施設となっている。松竹映画、金のなる丘のロケ地。金のなる丘ゲレンデにはモニュメント、とんがり帽子の塔が建っている。ありがとうございます。